今回のスピチューブ、コンビニポプラ。ポプラの店内、懐かしの店内、 UFO キャッチャーがある、ポプ弁、最後までよろしくお願いします。今日はですね、こちら多摩島にあるポプラにやってきました。いろんなね、ポプラさんがローソンポプラに変わるらしくて、唯一というか、分かりやすい場所にね、残ってる場所にちょっと今日は行ってみようかなと思います。楽しみですね。はい、それでは早速行ってみましょう。前回はおかこ前のポプラに行ったのですが、今回は多摩島の方に行ってみました。ちょっと楽しみですね。撮影許可もいただきました。というわけで店内を回っていくわけですけど、こちら UFO キャッチャーが店内にあるんですよね。いや、初めて見ました。そしてね、これなんか赤色が結構特徴的なお店ですよね。やはりポプラというだけあってね、絵もあります。やはり個人経営ということで、絵を貼ったりとか、こういう可愛らしい、デコレーションをつけたりとかできるんでしょうね。で、こちらがお弁当コーナーですね。このパネルなんか懐かしいですね。なかなか見ないですよ、最近。いやー、いいですね。はい、こんな感じで、ご飯が並んでおります。それでは、ポプ弁を買います。前回はミニサイズしか買えなかったんですけど、今回はちょっとね、在庫が限られてますけど、ちゃんとありました。やっぱり人気なんでしょうね。これ一つだけですけど、量を調節できます。特盛りにしようかなと思います。という感じで、ちょっとね、飲み物を買って、どこかで食べようかなと思います。はい、無事に購入できました。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。というわけで、購入いたしました。ご飯特盛りでございます。プラス50円アップで。で、ふりかけがね、今回は卵と何種類かあるみたいですけど、こちらですね。もうね、さっき持っただけでも、かなりね、重量感を感じる内容となっております。早速開けてみましょう。こちらです。もうね、というかおかずよりね、ご飯の方がもう確実に多いのがわかるような。はい。はい。こんな感じになっております。あ、いいですね。これご飯がね、炊きたてというか、その炊飯器からね、継ぐんで、普通にね、レンチンとはまた違ったご飯の美味しさが味わえるということになっております。早速ね、いただこうかなと思います。はい。で、今日はね、ちょっと桜の見える場所で、後ろだけですけど、前はもう何もないんですけど、ちょっと今日はここでね、いただこうかなと思います。よし。もう食べきれないね、自信満々なんですけども、しっかり食べていこうかなと思います。あららららら、がっつりですよこれ、こちらですね。このね、ボリュームさですよ。コンビニ弁当ではなかなかないというか、薄っぺらい内容なんですけども、コンビニ弁当ね。でもポプラさんはこんなに
重量をね感じるんですよ。はい、いただきます。うん、うまっ、うまっ、うん、米がうまい。焼肉屋のなんかうまい米の感じですね。うん、前回岡山市内の方でもお弁当買ったんですけど、なんかどこも一緒っすね、お米の、うん、感じが。やっぱ基準みたいなのがあるんですか？基準とか、うん、ポプラの炊飯器みたいな。うまっ、めっちゃうまっ。うん、あ、うめっ。うん、倉敷の玉島、赤崎で、あー、なるほど。そのポプラの工場があるは書いてないですね。お店で提供、製造書いてないですね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ポプラにさんにね行ったんですけども、まあお店の方にねいろいろ伺って、今のところその玉島の方は閉店することはないということで、まあ岡山唯一のポプラなのかといろいろ聞いたんですけども、まだ上の方に、県北の方に2店舗ぐらいあるという話を聞きましたね。まあそこも気になるとこですけど、まあ本当にねポプラいろんな思い出ありますけどね、まあ、これまだこれからね、ローソンポプラになっても続くっていう話を、聞いたので、まあ、乞うご期待ということになっております。というわけで今日はこんな感じで終わろうかな。はい、いい景色です。もうね、まあ、引き続きちょっと食べていきます。というわけでありがとうございました。それではまたよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。